まちゃんさらそうか。大踊りなど盛りだくさんのラジオでお届けしてまいります。ご通行中の皆さん、おはようございます。おはようございます。ですね、ただいま天神中央公園では、踊りと食の祭典筑豊フェアが行われております。そしてですね、今から私、飯塚市のですね、PR をさせていただきます。5分ぐらいなので、もしよかったらちょっと足を止めていただいて、お耳をですね、傾けていただければと思います。まずですね、飯塚市、どこにあるかよくわからない、行ったことがないという方、たくさんいらっしゃると思います。大体ですね、ここから、バス、電車使ってもですね、まあ、1時間かからないぐらい、本当にすごい近いところなんですけどね。なかなか行ったことないよという方は多いと思います。何があるのかということなんですけどね、例えば、旧伊東田園門邸というですね、古い建物なんですけども、この建物ですね、昨年の NHK 連続テレビ小説花子とアンの中で、クローズアップされてですね、本当にたくさんの観光客の方にお越しいただきました。そしてですね、またもう一つ、カホ劇場というですね、有名な建物がございます。劇場なんですけどね、先週はね、ちょっと市川海老蔵さんが公演をされてたということでですね、由緒ある正しい建物です。でそんな飯塚市がですね、来週、今月10月25日にですね、大きなイベントやりますので、ちょっと告知をですね、させていただきたいと思います。今ですね、筑豊ご当地アイドルスマイルがですね、パンフレットを配らせていただいてますけども、今度10月25日に飯塚筑前の国飯塚街道祭りというのを行います。もともとですね、飯塚市は長崎街道が通ってた宿場町ということで、この宿場町にテーマを当ててですね、お祭りを行います。じゃあどんなのやるのかっていうとですね、まずは時代仮装行列ですね。お殿様ですとか腰元、お姫様、今年はですね、特にお姫様腰元に関してはですね、すごく力を入れております。すごく人気の企画でございます。またですね、中国で天面賞というのがございまして、中国のですね、4000年の歴史とですね、天面という一瞬にしてですね、マスクが変わってしまうという本当に伝統芸能ですね。そのからくりについてはですね、中国国家機密ということでですね、指定をされております。それがですね、本当1時間以内の飯塚市で見られるということで、これはぜひおすすめのイベントです。他にもですね、ストリートダンス、とか、九州アイドルサミットプラス飯塚街道祭りということで、九州のですね、アイドルを中心に、たくさんのですね、アイドルに来てもらいます。こういうところではですね、東京からまた愛知、大分、宮崎、長崎、本当にね、広いエリアから来ます。で、アイドルをですね、すごく身近に楽しめるんでですね、これもおすすめの企画でございます。その他にもですね、本当にたくさんのイベントがございます。一日お楽しみいただけるんじゃないかなと思いますので、ご興味ある方はぜひ、お越しいただければと思います。また最後にですね、この飯塚は食べ物もすごく美味しいところです。食べ物をですね、今日はこの天神中央公園の中で、お店もですね、いくつか出しておりますので、ちょっとね、こちらもお楽しみいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは簡単に飯塚の PR をさせていただきましたけども、この後もですね、私たちは中の PR コーナーにおりますので、ご不明の点がありましたらぜひお越しいただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。